こんばんは、若松宗のチャンネルでございます。なんかこう社会的に偉くなる、偉くなると一言では言い難いけど、なんかこの傲慢さっていうのがね、ちょっと強くなる傾向はありますよね。やっぱりこう権限がね、こう強くなると、まあある意味でね、自分の考えが、まあなんというのこう影響力がね強くなるわけですけれども、だから影響力が強くなるからその傲慢になるっていうことではないんだけれども、なんかこう傲慢になりがちですよね。なんかこのアメリカのね、あの実験でね、これはまあサンフランシスコのなんか郊外かどっかでね、こう車がね、いろんな車の、まあ、車種があるわけですよね。でもその車種によって大体この裕福な方がね乗ってる車の、まあ、確率を出してみてですね、それを分析したところ、そのまあ社会的にね地位が高い、それからまあ経済的に影響力がある人が乗ってる車の方が、そのなんていうのこう割この車の割り込みっていうんですかね、この割り込みがね、まあ普通の2倍くらい高くなるらしいんだよね。それからまたね、人の前をぐっとこう車が横切りますよね。まあ歩行者をね、そのなんていうの尊重する前に自分がね車でその取り抜けたいっていうね、それなんかもねやっぱり非常に高いらしいんですよ。だからやっぱりこう自分の思いをね強く出しすぎるのかな、出しすぎる傾向になんか錯覚するんだろうね。だってね、偉くなったからね、なんていうの、それは人間として同じじゃないですか。基本的には偉かろうがね、地位が低かろうが基本的に一緒だからね。やっぱり役割が違うだけの話だから、役割っていうのは本質的なことじゃないからね、あくまでも付帯的なことだからね。だからその本質的なところが一緒なのに、そういうなんか付帯的なねことが本質となんかこうまあ思い込んじゃうのかな。まあね、私なんかもまあこう言いながらもね、やっぱりねソニー時代にまあ一定のポジションの比較的高いところにねいたもんだから、まあ今考えてみれば、若干やっぱり傲慢なところがあったかなっていうことはなんか考えられますよね。で、それはやっぱり日々ね、こう全部自分の考えで物事を決めていくわけだからね、その組織だから、だから自分の考えがねいつも正しいわけではないんだよね。で、あの絶対一番正しいわけではないんだけれども、ね、それを決定するたまたまその、ポジション、まあ、部長とかね社長とかっていうポジションにいるから、組織 を運営する組織を運営する上でそういう一つの、まあ、ポジション与えられてるわけですよね。だからやっぱりそうね、人間というのはだからある意味でこうやっぱり自分自身を振り返るっていうことが大事だね。やっぱりね、私なんかもその当時、まあある意味でちょっとね、まあ強気だったっていうのか、まあ強気とごまはね違うんだけども、まあある意味で傲慢なところがあったなって感じしますよね。まあだからそれは組織の中だから許されていたけど、
一旦ね、組織から出ちゃうと、会社辞めちゃうとね、基本的にみんなね、並列だから。でもね、人としてはやっぱり組織の中にいても基本的には並列なんだよね。上下ではなくて横並びなわけですから。だから人間は基本的には横並びなんだっていうね、その認識が大事だよね。それとやっぱりその富をやっぱりその独り占めするんではなくて、分け与えるということによってね、その富が循環して社会を裕福にするというこの循環ですよね。だからね、日本のなんかは特に個人がね、お金を抱え込んじゃってね、全部タンス預金っていうのかな、そういうのが非常に多いわけですよね。そうするとお金がね、滞っちゃうわけですよね。全部抱え込んじゃうわけだから。やっぱりそうするとね、社会の循環が良くな、あのね、あんまり良くなく、よくならないしね。それとやっぱり抱え込むとどうしてもね、守るというね、なんていうのか、守るっていうのはやっぱりね、マイナス要因だからね。やっぱり常に、なんていうの、攻撃しながら、考えながら攻撃しながら、ね、進んでいくっていうのは、人間が成長していく、ね、ずっといつまでも成長する一つの基本的なね、スタンスだからね。だからやっぱり年取ってくればね、年取ってくるほど、やっぱそのね、やっぱり抱え込まないで、スタンス、風が通り抜けるような、やっぱりね、前進むスタンスでいかないと、ね、どんどん年取っちゃうからね。そんなことを反省しながら、これからもね、ちょっといろいろと人として何が大事かということをね、引き続き、学んでいきたいなと思っております。ありがとうございます。